なおです。今日はダイエット中の一日の食事を撮ってみようかなということで今カメラを回してます。ちょっとまだ寝起きで目がしっかり開いてないんですけど、結婚式に向けて最近またダイエットを再開していて、まあ、週一の運動だったり、お風呂上がりのストレッチとかマッサージとかだったり、で一番今意識しているのが食事なんですけど、私ダイエットしてない時とかは普通にお菓子食べたり脂っこいもの、ラーメンとか揚げ物とか食べたりしてたんですけど、さすがにダイエット中にそれは良くないなということで、3食しっかり食べるんですけど、その内容も見直していこうってことで最近意識してます。で、食事の他にも私もともとサプリとかは飲んだりしていたんですけど、最近新しく取り入れたサプリだったり、こちらも合わせてご紹介させてください。まず朝ごはんを作っていこうかなと思っているんですけど、今日はアサイーボールを作りたいと思います。結構私インスタのストーリーでもアサイー載せたりして、作り方を知りたいっていう声もたくさんいただいていたので、参考にしてもらえたら嬉しいです。では早速作っていきます。はい、では早速アサイー作っていこうと思います。まずはこちらのアサイーピューレを用意します。私はコストコで買ったんですけど、カルディだったり、あと業務スーパーとかにも売ってるみたいです。あとは楽天とかのネットでも売ってます。これをフードプロセッサー、ミキサーの中に入れていきます。ちょびっとだけ解凍した状態で、でも解凍しすぎるとシャビシャビになっちゃうので程よく解凍していきます。で、ここにバナナを半分入れていきます。半分分です。で、ここにヨーグルトを入れます。私はユダのヨーグルトを入れるのが好きなんですけど、最近ちょっとコストコに行けていなくて、で普通のスーパーでユダはあんまり売っていないので、市販の中で安くて美味しいこちらのマックスバリューの生乳 100% プレーンヨーグルトを使っています。まあ、適当にスプーン2杯ぐらいで、これは本当に好みなので、ほんとちょっとでもいいし、たくさん入れてもいいです。でもたくさん入れるとちょっとシャビシャビになっちゃうので、スプーン1杯から2杯ぐらいがおすすめです。では分解していきます。簡単にできました。はい、あっという間に完成です。盛り付けていきます。で、ボウルに入れれたらバナナをスライスしていきます。まな板出すのがめんどくさいので、バナナの皮がまな板代わりです。じゃん、フルグラを一旦敷き詰めます。まあ、やっぱね、見た目も大事なので、フルグラを敷き詰めることでバナナとかが沈まずに見栄えが良くなります。で、バナナをきれいに盛り付けます。で、フルーツはこれです。この時期はイチゴが売っていないので、もう冷凍のベリーミックスを使っちゃいます。そしたらパンプキンシードを振りかけます。で、最後に蜂蜜をかけます。この蜂蜜は金沢のお土産でお友達にもらったんですけど、本当に蜂蜜ってこんなに違うんだっていうぐらいめちゃめちゃ美味しくて感動しました。はい、完成です。じゃん、アサイー完成しました。具材は、具材っていうかトッピングは少なめですが、めちゃめちゃ美味しいので食べていきます。はい、ちょっとアサイーを食べる前に普段飲んでいるサプリをご紹介します。このサプリたちを飲んでいるんですけど、こちらのダイエット目的で飲んでいるサプリなんですけど、こちらはグリーンアップスリムというサプリで、本当に忙しい方でもね、手軽に摂取できるサプリになっています。で、この子はカテキンがすごいたくさん入っていて、360mg 入っているので、これを飲んですぐに痩せるっていうのはないんですけど、約4ヶ月後の結婚式に向けて長期的に飲むことで効果を実感できるサプリになっています。1日2粒飲めばいいんですけど、ちょっと色はね、茶色っぽいんですけど、本当に匂いの癖とか全くなくて、本当に飲みやすいサプリです。なんかちょっとまずかったりすると毎日飲むのが苦になってしまうんですけど、本当に2粒で癖もないので気軽に飲めちゃうのが嬉しいポイントかなって思います。飲めました。
私は毎日朝ごはん食べる前か後に欠かさず2つで飲むようにしてます。あとはね、こちらのメタグリーンラインは3ラインあるので、ほんとご自身のダイエットの目的とかタイプによって飲み分けられるので、そこもすごい選べていいんじゃないかなと思います。なので私はこれから結婚式に向けてしっかり長期的にこちらを飲んでいこうと思ってます。で、続いてはこちらのスーパーレチノール C、 こちらはビタミン C だけじゃなくてレチノールも入っているサプリになります。なんかレチノールってお肌に塗るクリームとか美容液とかのイメージがあったんですけど、こちらは飲んで内側から効かせてくれるので、すごい効果が発揮しやすいんじゃないかなって思います。で、ビタミン C なのでしっかり内側からもこのね、夏の日差しをブロックしてくれるような商品になります。別でも飲む日焼け止めは飲んでいるんですけど、私本当に日焼け止め塗り忘れる日が多くて、これ家にいてもね、窓から日光とか紫外線は入ってきちゃうので、内側からのケアを大事にするようにしています。で、この中にはなんとお肌に必要な6種のビタミンが入っているので、これ1本で手軽にお肌に必要な栄養素を取れるのもすごい嬉しいポイントだなって思います。で、早速飲んでみようと思います。こちらは中が粉になっているのでそのまま飲んでもいいんですけど、私は普通にお薬飲むときみたいにお水で飲みます。結構これ酸っぱめではあるんですけど、嫌な酸っぱさとかではなくて甘みのある酸っぱさ、なんかめっちゃ酸っぱいお菓子みたいな感じの味がするので、全然水なしでも飲めます。本当にこういうタイプのものってちょっとまずいものが多かったりするんですけど、本当に美味しくてお菓子感覚で飲めるので、これも朝一緒に摂取するようにしています。じゃん、こちらのグルタチオンっていうサプリなんですけど、これはメラニンを抑えてくれる効果があるので、この季節にしっかり飲むようにしてます。で、2つ目はこちらのエルシステインなんですけど、こちらも似たような効果があって、で、次にじゃん、こちらのビオチンを飲むようにしてます。これは皮膚だったり、あとは髪とか爪とかをきれいに保ってくれるサプリです。で、じゃん、こちらの湘南美容の飲む日焼け止めもこの時期は飲むようにしています。こんな感じで私がもともと飲んでいたサプリたちと今回新しく取り入れたサプリたち一緒に飲むことで、本当に美肌効果期待できたり、ダイエット効果が期待できたりするので、これからも長期的に続けていきたいなと思います。では、サプリを飲み終えたところで先ほど作ったアサイを食べていきたいと思います。じゃーん、いただきます。サプリご紹介する間に冷凍庫に入れておいたので、本当にちょうどいい溶け感、サクサク感になってます。なんかシャビシャビなアサイが嫌な方とかは、作ってちょっと5分10分ぐらい冷凍庫に入れとくとちょうどいい硬さになるのでおすすめです。おいしい。お店で食べるアサイと本当変わんない味になります。バナナとヨーグルトを一緒にミキサーすることで、このアサイピューレだけだと正直そんな美味しくないっていうか、なんか物足りない感あるので、絶対バナナとヨーグルトは一緒に入れてください。朝ごはんをアサイに置き換えることで美容効果もあるし、なんか腹持ちがめちゃめちゃ良くて、ほんとなんかお昼は食べなくてもいけるんじゃないかっていうぐらいお腹持ちます。めちゃめちゃ冷たくてお腹は冷えるので、ちょっとそこがね難点なんですけど、今日はこの後アサイ食べて、で、美容室に行って髪の毛カラーしに行きます。で、その後にお昼夫とランチの約束をしているので、ランチに行って、で、夜ご飯の準備をするっていう感じです。で、そのランチもずっと行きたいって思ってて、で、内容もねすごいこだわったヘルシーなランチなので、ダイエットにぴったりかなって思います。では朝夕をゆっくり食べて朝のんびり過ごしていこうと思います。美容院に行って髪を染めてもらいました。トリートメントもしたのでめちゃめちゃ髪がサラサラです。今からランチに向かっていこうと思います。本当にめちゃめちゃ楽しみにしてたレストランなので、もう一回行ったことあるんですけど、夫と行くのは初めてなのでワクワクです。ちなみにこちら新作です。ランチに来ました。すごい体に良さそうなものを使ったご飯です。野菜プレート頼みました。じゃーん、来ました。本当に健康な食材を使ったお料理がたくさん
ベビーリーフって味が濃くて美味しい。私一回さ、家でさ、発酵玄米を作ったことある。また作ってほしい。うん。なんだ、うん、冷たくてびっくりした。びっくりした最初、冷たくて。イチジクの天ぷらです。足りますか？足りそう？3人前いけるそうです。今週毎週家でご飯食べたら5日ぐらい連続で、今日と明日も入れたら4日だそうです。すごくない？盛るなって言ってます。でもあんまなくない、4日連続で家で食べる、なんだかんだ。ちょっとゆっくり食べていこうと思います。ごちそうさまでした。もう何食べても美味しくてペロリです。ちょっと今からデザートを食べようか食べないか、でもこれダイエット食事 Vlog だからなって思いながら考えたんですけど、朝も浅いだったし、お昼も、まあ、意外とっていうか全然普通に量は少なめだったので、デザート食べようと思います。グルテンフリーのクリームチーズとあんこのマフィンを頼みました。こちらはエビーガンガトーショコラです。ハートのナッツが入ってる。いただきます。山梨でさ、行った寺崎コーヒーっていうのも周りにあったじゃん。ちょっと似た感じ。ガトーショコラもいただきます。うん、美味しい。交換は受け付けません。ゆっくりのんびりしていきます。一応ダイエット食事 Vlog です。ダイエット中なんですけど、こういうグルテンフリーとか体にいいものはあんまり毎日とか食べたらさすがに太っちゃうんですけど、たまに食べるっていうのは心のリフレッシュ大事だと思うので食べてます。あとはかき氷とかはあんまりカロリーがないって思っているのでたくさん食べるようにしてます。あれからケーキを食べるならかき氷、まあ週に 1,2 回ぐらいは食べちゃってますけど、なんかこれが結婚式1週間前ですとか大事な予定の、まあ、1ヶ月前とかは食べないようにしてます。まだ4ヶ月あるので。これはだってさ、デザート食べずに4ヶ月続けるって多分無理なので、だんだん攻めていこうと思います。はい、以上言い訳タイムでした。ごちそうさまでした。はい、お家に帰ってきて部屋着に着替えました。まだそんな時間経ってないんですけど、今日の夜ご飯は豚の角煮をメインで作ろうかなと思っているので、豚の角煮は時間がかかるので取り掛かっていこうと思います。あとは昨日安いスーパーに行ってお野菜とかお魚とかちょっとたくさん買ってきたので、そちらを使って副菜とかちょこちょこっと作っていこうかなと思ってます。まだちょっとしっかりメニュー決めてないんですけど、冷蔵庫の中身と相談して決めていきます。で、基本的に夜ご飯は、まあ、ダイエット食を作るっていうよりは幅広く健康的なものを作って全体的に食べる量を減らすっていう感じで私は心がけてます。で、今日はこちらこんにゃくを使っていこうかなって思うんですけど、こんにゃくにはむくみ対策だったり、あとは便秘改善の効果もあるので、ダイエット始める方とか、まあ、ダイエットして便秘になりがちの方とかにもおすすめです。こちらをお味噌汁に入れていきたいと思います。
お茄子と玉ねぎとこんにゃくのお味噌汁が完成です。結構もりもり具沢山なお味噌汁になりました。じゃーん、こちらのめちゃめちゃ大きなニンニクをゲットしたので、ちょっとニンニクがメインのお料理も作っていこうかなと思います。いつもだいたいお肉とお魚は一緒に出すようにしているので、こちらはお魚料理に使っていきます。じゃがいものスライスみたいなニンニクです。香ばしいいい香りがします。夜ご飯完成しました。こちらはこんにゃくとお茄子と玉ねぎのお味噌汁に雑穀米のご飯です。ご飯はちょっと少なめ、小鳥さんのご飯ぐらいの量にしてます。で、こちら余ったお野菜で作った野菜炒めとキノコのナムルと、こちら今日のメインの豚の角煮です。味がしみしみで美味しそうです。こちらはサバのソテーです。大きなニンニクがゲットできたので、そちらをメインで使ったお魚料理です。で、最近は生野菜も食べた方がいいかなってことで、お野菜添えてます。今日の夜ご飯はこんな感じです。これは夫とシェアして食べるんですけど、私は本当にちょこちょこちょこっと全体をつまむぐらいの量しか食べません。いただきます。まずはこんにゃくを入れたお味噌汁から。うん、普段あんまりお味噌汁にこんにゃくを入れたことがなかったんですけど、なんか味の邪魔をしないっていうか、入れててもなんか味が変わらないので、すごい取りやすいかなって思います。で、大本命の豚の角煮です。食べた？あ、食べてた。いただきます。うん、やばやばる。味が本当にしっかり染みてて食べやすいです。でもちょっと豚バラで脂が多めなので、食べ過ぎは要注意です。こんな感じで夜ご飯ゆっくり食べていこうかなと思います。で、夜ご飯はなるべくお家で食べるときは6時までに食べ始められるように意識してます。なるべくね、その空腹の時間が長い方がダイエット的にはいいかなってことで、そこは意識するようにしてます。はい、それで今日の朝ご紹介したこちらのダイエットのサポートをしてくれるサプリたちは Q10 で購入することができます。概要欄に詳細載せておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。